はい、どうもトライアングルです。ということで、今回も実況プレイやっていきたいと思います。今回はですね Just do it という、すいません全然英語ダメなんですけどというコースでね、クリア率 0.00% ですねすいません。じゃあやっていきたいと思います。多分ゆっくりの方投稿してると思うんですけど、そちらの 0.00% はダメだったので、こっちもクリアできるように。なるほど。どういうことだ。これは普通にいけるのかな。上いける。なるほど。よし。よいしょ。で、こうして。これなんか前と、この前、なんだっけ。二つ前のパートにすごい似てる気がする。この感じ。よいしょ。たまたまをね、赤いたまたまを今回黒いたまたまに変えて、ずいぶんドス黒くなってしまって、あれこれって前と違ってなんか、あれ長くないか、もしかしてこれって全部このたま、どうすんの、え、無理止まっちゃった。あれ、はい、ごめんなさい、ちょっとあまりこの調子が悪い。これは言っていいのかな。じゃあ行きます。さっきのは要はドッスンを、会長を飛び越えていけばいいんですよね。よし、行きますよ。これぐらいかな。待てよ、落ち着け。ダメだ。よし、行ける。よし、で行きますよ。行くうがくそダメかー。ドス会長、よし、来てのここで出してこっからいけ、ゴール来た。よし、やりました、ありがとう。よし、まあ、なんとか、多分あれですよね、チャレンジャーがちょっと81人と少なめだったから 0% だったから、まだなんとかいけたのかなって感じに思いますけど。よし、とりあえずまあもちろん一番乗りで、じゃあ次はまた 0% 行きたいなということで、次のコース行きたいと思います。はいはい、ごめんなさい、ですね 0% って言いましたけど、やっぱりちょっと怖いので 1.45% の、このコースをやっていきたいと思います。ちょっとね喉が死にかけてるのでお許しくださいということで、やっていきたいと思います。遊びたいと思います。いやー、なかなかあれなんですよ、喉が治らないんですよね。まあ、こんなことしてるからだろうっていう声はちょっと聞き入れません。ということでいきます。ごめん。ちょっと早めに。はい。もう少し遅めに。よいしょ。ここで出して。で、行きましょう。なるほど。そうなんですね。こんな焦らなくてよかったんですよね。あ、これなんかあるんじゃないか？ないか？特にないか？あ、なるほど。これでいけと。わかりました。行きましょう。よいしょ。まずここで。で、もう一回出してから。あれ？出ない。なるほど。あ、しまった。やっちゃった。これでいけるの？いける？いける？いける？いけた！よし。木のキノコがないとダメみたいですね。いや、いける。いけるん。よし、行きましょう。こうの。あ、ダメ。今のダメ。なるほど。あ、しまった。今のダメでござるか。そうでござるか。かしこまり候。これでいけ、痛いけどダメでした。よし、いけるかな、これでいけるかな、いけるかな。一人でできるもん。よし、オッケー。ふう、うわ、なんかいっぱいいるよ。モンスター、ありがたいよ。いきますよ、モンスター。でもこれ絶対どっかさだよね。いや待て、戻ろう。戻って、そう、スターをもらってこればいいんです。そうです、そうなんですよ。あ、危ない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 危
よし、倒しといて、もう一回スターもらっちゃいましょう。いや、欲張り侍ですよ。よいしょ。で、あ、やばい、やばい、やばい。ちょっと待って、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 あ、これ絶対これスターないとやばいパターンだよね。行きましょう。よいしょ、お邪魔します。さて、おっと、おっと、ほーっと、今のはなくない？よし、よし、来ました。おー、しまった、やっちゃっちゃ。待って、ここ集中。よし、よし。で、頼むよ。本当にクリアさせて。お願い。で、どうするの？もうだから無理やんけ。早めだ。違う。よっしゃ、来た。やった。ごめんなさい、無言になって。やっとゴールできた。長かったよ。はい、ということで、あー、まだドクロちゃんが回ってる。はい、あー、なんとかクリアすることができました。いや、ダメですね。やっぱ調子に乗るとダメですね。はい、身の程を知りました。はい、ということで、何回はい言うんやっていうね。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。それでは、ここまでのご視聴、ありがとうございました。お疲れ様でした。ここまでのご視聴ありがとうございました。本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか。もしお楽しみいただけたのでしたら、こちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです。スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それとこのシリーズをもっと見たいという方は概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでは。